はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、皆さん、ティアラメンツ環境は楽しんでいらっしゃいますでしょうか？ティアラメンツっていうデッキはですね、いろんなことができるんですけども、私はですね、本日ご紹介させていただくのはですね、ティアラメンツ流うんこデッキです。真面目にティアラメンツしろみたいなデッキなんですけども、ティアラメンツって、まあ結構、墓地肥やし能力が結構高くて、で、しかも、融合するときに、水族をね、要求してくるんですよね。キトカロスとか。で、ティアラメンツモンスターって、なんかいろんなモンスターを融合召喚できるんですけども、このモンスターの召喚条件よく見てください。水族モンスタープラス、水属性レベル10モンスターなんですよ。ゴッドスライムさん、なんと、ガーディアンスライムプラスティアラメンツで、融合召喚できます。ということですよ。ということは、ゴッドスライムをティアラメンツデッキから出すことができるんですよ。要するに、結構、割と簡単に言えます。ガーディアンスライムさえ、引くか墓地落ちればいいんで、なんか墓地壊すじゃないですか、キトカラスとかで。で、墓地壊した後に、ガーディアンスライム落ちてればもうこれ出るんですよ。で、これが出るということですよ。3体リリースしてモンスターをアドバンス召喚できるっていうことなんですね。何らかのモンスターを。はい。3体リリースで出すモンスターなんかもう1匹しかいないでしょ。いや、それはラーですよね。ラーというかウォーですよね。で、このウォーの翼神竜という最強モンスターなんですけども、効果で、100ライフになるようにライフポイント払って打点アップするっていう効果あるじゃないですか。まあ、これ結構ね、サーチいっぱい入ってて、なんで1枚かっていうと、サーチがいっぱい入ってたんですけども、真の太陽神とか、イニシエの呪文とかで、これ墓地からも回収できるんで、ラーを。なんで、墓地落ちても大丈夫なんですけど、この辺で、ラーを回収してきて、で、ティアラメンツ効果、でゴッドスライム出して、アドバンス召喚するじゃないですか、ラーの翼神竜を。で、その後にライフが100になるように払って打点アップした後にですね、ジェットシンクロンを蘇生するんですね、墓地の落ちた。で、そうすると何が起きるかっていうと、レベル10プラスレベル1の17なんで11シンクロができるんですよ。なんとですね、最高エンドパニッシャーという、最強モンスターをライフポイント100の状態で出すことができます。これ何が起きるかっていうと、これね、これめっちゃ強いんですよ、このモンスター。自分のライフポイントが相手のライフポイント以下の場合、シンクロ召喚したこのカードは相手が発動して効果を受けないということで、なんとライフポイント100の状態でこの効果を起動というか適用できると。つまりですね、ありえんレベルの効果を受けないモンスターが爆誕するんです。ちなみに打点アップはね、自分のバトルフェーズ、または相手のバトルフェーズ開始時にアップするっていう効果あるので、これでなんかね、1万くらいの効果受けないモンスターが爆弾するんですよ。今回は、このアルティメットクソコンボを、相手にお見合いしていく、まあ、そういった力となっております。まあ普通にティアラメンツした方が当たり前に強いですけど、今回このアルティメットコンボデッキをね、皆さんにお見合いして、ティアラメンツか。ちなみにこれ結構最高エンドパニッシャー突破するの無理ですからね。先行でこれを決めてね、ティアラメンツの泡を吹く姿、これを見ていきたいというふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ガチめに意味わからんデッキ使ってる自覚はちなみにあります。真なる太陽神を発動、ラーの翼神竜系のカードを1枚を手札に加えることができる。これってなんだよ、相手ラーデッキかと舐めるだろうな。相手は舐めるだろうな。舐めるだよ。ティアラメンツ命竜を召喚、効果発動。コヘイヘイアギトを発動。こちらに相手がティアラメンツだとやばいです。相手はティアラメンツではない。鉄獣 OK。 このデッキ、墓地肥やし結構重要になってきまして、割とアギトとかケルベックバリバリ使っていく、環境に逆行してる、タイプのデッキなので、ここのね、墓地肥やしに頼ってる時点で結構お刺身みたいなとこあるんですけども、さあ一旦融合していくぜ。まずはキトカロスちゃんを融合召喚だ。そしてキトカロス融合召喚成功時の効果を発動するぜ。おっと、なんかあるな。あ、ナーベルか。オッケー、ナーベルオッケー、ナーベルオッケー、ナーベルオッケー。鉄獣スプライトみたいな感じですかね。この環境になかなかそのデッキを使っているのはいいぞ。ティアラメンツをあえて使わずに、なんかそのティアラメンツとの相性を確認しているんだろうな、おそらくな。まあ、とりあえずこれレイノハートかな。レイノハートを手札に加えていく。そして
キトカロスのモンスター効果、フィールドのモンスターを墓地に送りながら、ティアラメンツを手札墓地から特殊召喚するという効果、手札からレイノハートを特殊召喚、そして墓地を送られた、キトカロスとレイノハートの効果をチェーンシャーズ。キトカロスの効果によりデッキトップ5枚を墓地に送りながら、でレイノハートの効果によってハーフニスを墓地に送っていく。さらにチェーン1ハーフニス、チェーン2スクリームの効果を発動。スクリームの効果によりトラップカードを1枚サーチながら、ハーフニスの効果により融合していく。今のところなんかティアラメンツみたいな動きしてますよね。今のところあなんだお前ティアラメンツデッキかみたいな感じじゃないですか。あのね、急に本当に意味わかんないモンスター出てくるからね。これで ここゴッドスライムじゃねえか。融合召喚あらあらゴッドスライム。わけわかんねえ。さあ、わけのわからねえムーブをしてるぜ。さらにジェットシンクロンの効果を発動。ジェットシンクロンの効果によってガーディアンスライムを墓地に送り自身を特殊召喚するぜ。そしてガーディアンスライムのモンスター効果、ガーディアンスライムのモンスター効果によりラー系のカードを1枚を手札に加えることができる。まあどっちでもいいけど、まあ古の呪文を手札に加えていくか。そしてマジックカード、古の呪文を発動。古の呪文の効果により自分の墓地よりラーの抑止竜を回収。このターン一度だけアドバンス召喚をすることができるぜ。神よな、見せてやる。ゴッドスライム一体でアドバンス召喚、現れろラーの抑止竜、効果発動。ライフを100になるように支払い、攻撃力は7900となる。ちなみに一瞬で墓地に行くけどな。レベル10のラーの抑止竜にレベル1のジェットシンクロをチューニング。シンクロ召喚現れろ、最高エンドパリッシャー。わけがわからんだろうな、これがわけわかめデッキだ。最高エンドティアラ、これが最高エンドティアラデッキ。ちなみにライフポイントが100になっているため、今サイコエンドパニッシャーは、攻撃力がなんかバトルフェル中になんか1万以上になり、何の効果も起きなくなるぜ。相手が発動した効果はな。さあ、かかってきやがれ。意味不ムーブ。ちょっと待って、サリー行こうか。ちょっと待って、攻撃されると負けるんで、攻撃されると負けるので、ちょっと待ってください。攻撃力が高いモンスターが出てきたら、ちょっと、やばいので。攻撃されると、普通に負けるんで、ティアラメンツメイルーを墓地に送ることによって、危ない。ティアラメンツメイルーの効果を発動するぜ。あ、ちなみに、これ、このデッキの弱点、一つお伝えしておくと、貫通能力持ってるみたいな、あ、出た。増殖数字。まあ、それはいいわ。貫通能力持ってるみたいなモンスター出てきた瞬間に結構終わりますね。はい。まあそんなモンスター今あんまいないですけどね。さあ、ティアラメンツメイルート、ティアラメンツキトカロスとレイノハートで融合召喚、現れろティアラメンツカレイドハート。まあ増陣でドローはいいわ。でカレイドハートの効果を発動、相手のモンスター一体をデッキにバウンスさせてもらうぜ。キットの方がめんどくさいか。なんかキット墓地送られるとなんかいろいろやばいこと起きそうなので、キットの方がいいやばいかもしれないな。そんなに多分あんまり鉄柱入ってない気がしますけどね。さあどうしますか。何やるじゃねえか。ちなみにサイコエンドパニッシャーは効果を受けないか気をつけろよ。カレートハートやられるのは別にいいよ。もうバウンスだけしてくれたらもう仕事は十分してもらった。オッケーで、なるほどね。真なる太陽神。お、貴様なかなかよくわかってるな。このカードはちなみに特殊召喚されたモンスターはそのターンに攻撃できねえっていう効果あるから、ラーの抑止竜を結構相手の攻撃から守ったりできるぜ。スプライトスターターの効果によってスプライトブルーを特殊召喚、いいだろう。いや貫通持ちいないので、まあ、いくら展開してもらっても別にいいですよ。サイコエンドパニッシャーを超えれるもんなら超えてみな。このモンスターは攻撃力が急に1万ぐらいになるぜ、バトルフェーズになったらな。おっと、なんだその程度か。おい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 、3200程度で
俺のモンスターに勝てるとでも思ってんのが、バトルフェーズだと。バトルフェーズ開始時、最高エンドパニッシャーの効果、攻撃力を、6800ポイントアップ。すごい打点になるぜ。ちなみに、こいつは何の効果も受けねえからな。よろしくな。あ、まあ、カレードハートはいいわ。カレードハートは殺さなくていいだろう。お、なんだ、どうした？お前、棒立ちだ、棒立ちだぞ。おい、そら、なんか、スプライトレッドみたいなもんさ、棒立ちしてきて大丈夫か？おい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 。お、ギガンティックスプライト効果はいいだろう。ギガンティックスプライトの効果を発動して、デッキからスプライトモンスターを特殊化するか？レベル2モンスター特殊化できるぞ。キャロットいいだろう。よろしい、いいだろう。いいだろう。我のターン。ドロー。まあ、何も考えずにバトル入ったら勝てますけどね、多分。一応、ちょっと、なんか、シェイレーンとか発動してみます？まあ、とりあえず、レッドの効果で、なんか、あの、向こうに、してくれたりする感じかな。それはしないかな。まあ、とりあえず、一旦、ジェット送る。さあ、ケルベキの効果発動してもいいね。鉄銃は別にいいね。いや、石津ギミックとか、あの、スプレ、なんだか、入ってないから。ティアラメンツブギミック入ってないから。おっと、それは無効か。なるほどな。とりあえずティアラメンツサリーケの効果を発動するぜ。ティアラメンツサリーケの効果により、スプライトレッドの効果を無効にしたい。なるほど、やるじゃないか。まあ、殴ったらそのまま勝てるけどな、これ。違うんですよ、俺 見せたいのはね、違うんですよ。違うんですよね。ちょっとね、俺、こういうモンスター入れるとやばいんだよっていうことを見せたいんですよね。あの癖カード何？ワンチャンあの癖カードが何かによるんだけど。まあ、でもスマッシャーズであろうとスターターであろうとそんなに関係はない気がするけどね。イニシエの呪文を発動するか。イニシエの呪文を発動しラーの抑止竜を1枚手札に加えることができるぜ。デッキ持ちからな。さらに私は、ジェットシンクロンの効果を発動。ジェットシンクロンの効果によりムドラを墓地に送り自身を特殊召喚。あ、墓穴、なるほど。あ、使ってくれたわ、墓穴か。なるほどなるほど。墓穴は別に全然大丈夫。てかこれ普通にこれ無限保養とかって普通にやばったか。ちょ、普通に無限保養とかだとちょっとあの勝ち筋なくなるんで普通に殴った方が絶対いいです。これ絶対そのまま殴った方がよかった。余計な動きしすぎた。まあいい。いや俺はこれがミスだったんや。ティアラメンスレーンのハートとティアラメンスシェイレーンでリンク召喚現れろ。ペンテスタック。このモンスターのリンク先にいるモンスターは貫通能力が付与されるぜ。行くぜバトルフェイス。17100貫通のち、うるるバカ誰が。これが最高エンドティアラデッキのパワーだよ。絶対そのままやらなかったことだったのこれ。あ、悪くないですね。悪くないですよ。真なる太陽神を発動するぜ。真なる太陽神の効果によりラー系のモンスター1枚を手札に加えることができる。こっから意味わかんねえんだよな。こっからの動き本当に意味わかんないんでよろしくお願いします。異世界ペルレーノを発動。異世界ペルレーノの効果により、ティアラメンツシェイレーンの方がいいかこれは。まあ、ハウフィニスいるしな。シェイレーンを手札に加えていくぜ。そしてティアラメンツシェイレーンの効果を発動。シェイレーンの効果、自分を特殊召喚しながら、手札のモンスターぶん投げてカードを3枚墓地に送る。そしてハウフニスの効果を発動。まあ、とりあえずキットカロスで、ハウフニスと自分の墓地のガーディアンスライムを使って融合召喚するぜ。現れろティアラメンツキットカロス。フィーン。ロイヤル加工出たんですよ、2枚もね。なんかツイッター見てたらなんか同じような感じの人結構いて、なんかもしかしたら今回のキトカロス、コナミの煽りでさ、コナミの煽り行為によってさ、あれになってる。キトカロスのロイヤル禁止カード、どうせ禁止になるけど、ロイヤル出やすくなってる、これ。ティアラメンツキトカロスの効果と、ティアラメンツメリューの効果を発動して、デッキトップ、8枚を墓地に送るぜ。おっ、プルルッ、プルルッ。ちょっと待って、ジェットシンク落ちた。あ、落ちた落ちた。オッケー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 。ついティアラメンツメイリューの効果を発動していくぜ。ティアラメンツメイリューの効果とティアラメンツスクリームの効果を発動していく。
スクリームは墓地を食らった場合、トラップカードを1枚手札に加えるという効果と、それから、ティアラメンツメイルの効果により融合召喚を行うという効果。出すのはルルカロスだと思ったが、バカタレが、そんなわけないぜ。水属モンスタープラス、水属性レベル10モンスターの魂をデッキに戻し、融合召喚現れろゴッドスライムはってなるよね。どういうことってなるよね。さあ、意味不明なモンスターが爆誕していく。そしてペルレイロの効果によりシェイレインをぶち壊すことによってシェイレインの効果も誘発させていくぜ。シェイレインの効果、自分の墓地からキトカロスと、なんだこれ、シェイレインを墓地、デッキに戻し、現れろルルカロス。よーし。そして手札よりイニシエの呪文を発動。イニシエの呪文の効果によりデッキよりラーの抑神竜1枚を手札に加えることができる。このターン、通常召喚に加えて一度だけモンスターを召喚する権利を得るぜ。そして手札の墓の指名者とかいうカードを捨てる暴挙に出てジェットシンクロンを特殊召喚。さらに3体のモンスターの魂を墓地へ送り、ゴッドスライムをリリース。あらららろラーの抑神竜効果発動。ライフを100になるように支払い7900打点になる。さらにレベル10のラーの抑神竜にレベル1のジェットシンクロンをチューニングラーの抑神竜、およそ3秒でいなくなります。あらららサイクルのパリッシャーふーんどうだこれがアルティメットサイコエンドパニッシャーよ。残りライフ100、残りライフ100の状態でのサイコエンドパニッシャー、これが最強何の相手が発動したら何の効果も受けない。打点は今7900ポイントアップするからだいたい1万超えぐらい。さあ相手は、ティアラメンツでしたね。いいでしょう、まあ、ティアラメンツデッキごときがこのサイコエンドパニッシャー君をどうにかできるものはしてみやがれ。まあいいわ、もうその辺を全部いいわ、通すわ。あ、ちなみに永続効果は受けるんで、打点が下がるとかはあります。はい、こんな感じでスクリームの効果で、カード墓地を送られたのでなんか打点下がるよっていう効果あるんですけど、これ永続なんで効果受けちゃうんですよね。はい、これがちょっと非常に残念なお知らせなんですが、さあハウフニスの効果は無効にした方がよろしいかな。さあルルガロスの効果を発動するぜ。特殊召喚する効果を含むモンスターの効果を無効にして、破壊することができる。さあ残念ながら君のハウフニスは不発になってしまったな。大丈夫か、どうする、何、インスタントフェイション、やべえ、そっち止めるようやったわ。まあどっちもいいや、結局どっちも同じだ。キトカロスの効果を無効にした方が良さそうかなと思うんですが、はい、でキトカロス特殊召喚効果発動って言ってくるんで、ここで、ティアラメンツサリークを発動。サリークの効果、まあこれ無限法要ですね、あ、まあ永続ですけど、永続無限法要、ティアラメンツキトカラスの効果を無効にしながら自分のフィールド上のティアラメンツモンスダーニーマスクチェンジセカンドだと、貴様やりやがるな。これはダークローが出てきてしまうので、普通にきついですね。サリーク余計にダークロー出せるの結構強いんですけどね、これね。はい、マスクチェンジカードなかなかに強力なカード。そして相手のティアラメンツデッキもメタれるんでね、ダークロー出せれば結構ね、はい、強えわ、普通に強えわ。いやまあしょうがない、これは。さあティアラメンツキトカラスの効果でカードを5枚墓地に落としていく。でアギドね、はいはいはい、いいでしょう。使ってくれたらワンチャンあるよ、俺も融合でき、ダメか、除外されるわ、意味ねえわ。いやこれ使いとくだ、これダークロー出てる時の、アギドケルブクはめちゃくちゃ使いどころ毒です、多分基本的には。あ、使わないんだ、なるほど。これ結構ね、俺のデッキもろともデッキ除外されるから割と使いどころではあるよ。ああだからアギドケルブクの効果にチェーンしてマスクチン生還で打ってダークロー出すと、多分相手のカーデッキだけなんかめっちゃ除外されるっていうのがガチでやばいこと起きるから、多分ねそれはねめちゃくちゃ強いと思う。さあリザードか、強えな。リザード効果とメイリュー効果、まあもうあとはもう見守るしかないんで見守っていきましょう相手の展開を。
さあなんか強そうな場面になったが、サイコエンドパニッシャー君を超えることはできるのかな。バトルバカめ、サイコエンドパニッシャーの効果発動、攻撃力を6900ポイントアップ。まあ、その辺のザコモンスターは狩られてもいい、別にそんなモンスターはどうでもいい、サイコエンドパニッシャーが超えられるのかと聞いてるんだよ俺は。9900打点、どの台悪いな。あ、どうでもいいよ、そんなものは、そんなものはどうでもいい。あ、いいだろう、分からせてやる、パワーというものは、パワーというものを分からせてやる、力イズパワーなんだよ。やばすぎ。これまたさらに上がりますからね、打点6900ポイント。こんな、もういい、はい、ありだ、もう、あたた、はい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 、はい、わたた、もういい、ガーディアスライムで OK。バトルベイス、バトルベイス、サイコインのパニッシャーの効果。うおー、攻撃力、スーパーアップ、プラ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 。あー、クライムね、あー、いいですよ。あ、別に効果受けませんので。そんな効果どうでもいいです。はい、バカめ17300だ、くたばれ。世界の終わり、サイコエンドパニッシュメントビーム、ダウン。サイコエンドパニッシュ最高だな。あー、ハンドはなかなかにいいんじゃないか。ハンドはなかなかに良さそうな気がするぞ。さ、真なる太陽神を発動するぜ。ラーの抑神流系のカードを1枚を手札に加えることができる。これガーディガンスライムの手札に加えられるからワンチャン、あのゴッドスライム出るじゃないですか。これあのティアラ、普通のティアラに出張するせいじゃないですかね。あ、ないですか、すいませんでした。さあ、ティアラメンズスクリームを発動。そんな余計なことを言ってる暇があったら早く回せってな。ティアラメンズミリを召喚、ラーの抑神流にレベル1のジェットシンクロンをチューニング、出会って3秒で合体、新旧召喚、あらわろう、サイコエンドパニッシャー、ザー。増殖する G なんていうカードはどうでもいい。さあ、突破できるもんならしてみろ、この最強モンスターをな。ライフポイントは100になったため7900打点アップして、相手が発動した効果を一切受けなくなったぜ。神バトル、何これ拮抗か。ちょっととりあえずバトルフェーズはサイコエンドパニッシャーに打点をアップするぜ。いや大丈夫だ、拮抗勝負でもサイコエンドパニッシャーさえ残せばなんとかなる、任せろ、問題はない。いいだろう、まあ、そのくらいしかやることはねえわな。いいだろう、まあ、まあ、これはプレイヤーにシール交換で普通に受けるんですけど、まあ、あの除外するカードを選んでいく感じですね。はい、オッケー、これとこれ、これこれこれ、いらない。さあ、サイコエンドパニッシャーを残すことができたので、まあこのモンスターそんな簡単に突破できないでしょさすがに。まあ、ちょっとそんなに手があるとさすがにちょっと怖いけど、あ、ドキドキ、何、アダマシアか。まあ、アダマシアもね、結構先行取れればね、なんかものすごい量の妨害が構えられるので、まあ普通にあの強いとは思いますけども、うん、はいはい。でアナライザーくんね、いいよ、やってる動きはこれ強えな、やっぱり。まあ、ただサイコエンドパニッシャー君を突破できるんですか問題が多分相手の中で絶対発生してるから、さすがにこれ無理だろ。こんだけ打点高い何の効果も受けないモンスターってそんな形処理できませんからね。ええ、まあ、バロネスも無理だし、あ、あれ。あれ、おかしいな、無敵だと思ってたんだけどな。